はい、どうも、ジャクレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回なんですけれども、ちょっとね、1日遅れてしまったんですが、こちらでございます。はい、ということで昨日ですね、2月の8日にですね、スランク弱熊前田が期間限定登場、ワールドスターセレクション開催中というところで、こちらのガチャがやってまいりました。まあ正直ですね、一昨日このグレードアップスカウトとマスポジション追加が来まして、まあその翌日にワールドスターを持ってくることはさすがにないだろうと正直そう思っておりまして、まあちょっとね、更新に待機できておらず、まあちょっと昨日動画出せなかったんですけれども、昨日はですね、昨日で、ミキさんの動画がね、上がってると思いますので、ぜひぜひそちらもね、見ていただければというふうに思うんですが、今回ですね、こちらのワールドスターセレクション引いていきたいと思います。はい、まあついにこれでですね、ワールドスターが3段目の登場となりまして、まず最初に出てきたのがダルビッシュ選手と青木選手、そして、次に田中将大選手と上原浩二選手、この2選手が出まして、で最後ですね、岩隈選手と前田選手、この2選手が登場というところで、今年のワールドスターは最後になります。はい、まあ、去年ですね、侍ジャパンで青木選手が選出されたことと、まあ、あと青木選手が侍ジャパン自体では出てこなかったので、まあその部分も含めてか、ワールドスター再臨っていうものがありまして、まあ、30連青木選手確定、60連目青木選手以外の選手が1人確定みたいな、ガチャがあったと思うんですけれども、今年はどうなるのかなっていう部分なので、まあでも再臨全部含めてであるのかな。まあ、ただ青木選手がまあメジャーから日本に帰ってくることとかも含めてどうなるのかなっていう部分はあるんですけれども、まあ、今年も、ワールドスターセレクションは3段までしっかりやってまいりましたね。はい、で、こちらが2月の13日までという形になっております。他のガチャはいつまでだ、これも2月の13日までか。ということは、まあおそらくですが、まあ2月の13日に大きな更新があるんじゃないかなっていう予想ができますね。はい、で、ワールドスターセレクション、本スカウトから S ランクが出たら 30% の確率、 A ランクが出たら 20% の確率でワールドスターが出ますよというガチャになっております。まあワールドスターセレクションはね、正直最初のダルビッシュ選手、青木選手が登場した時に、まあちょうどあれが、パート300記念かな、ベロスティの動画がパート300記念かなんかで、追加100連っていうね、まあえげつない動画を出したんですけれども、まあそれでね、ダルビッシュ選手引き当てることができず、そもそも 2.5% をなかなか引けずと、でしかもそこから 30% ってところなので、まあ、やっぱりワールドスターセレクションって本当に大変なガチャだなと思うわけなんですが、じゃあスカウト画面いきましょう。はい、まあ正直このタイミングの2600のこの2選手の追加はもちろん強いんですけれども、まあね、そのなかなか必要じゃないっていう方も多いんじゃないかなと思います。まあ個人的にどうなのかっていう話も後ほどします。はい、まず岩隈選手ですね、請求型72、83、80で、まあ、9位 A は無理ですが、まあ、請求83、スタミナ80とか非常に強いですよね、やっぱり。で、まあ、球種もね、第2球種含めてこんな感じですと、うん、バランスいいですね。ただ先発のみで、コントロール20丸持ちというところでございます。まあ、請求型のチーム組んでる方とか、まあ、あとは楽天純正はもちろん、あと極めパリーグですね、パリーグオーダーにしている方だったら必須の選手になるかなと思います。はい、まあ請求型とはいえど能力強いですからね。はい、で続いて前田健太選手でございます。9位78、請求79、スタミナ83という能力でございます。これ称号次第ではプラス2プラス1があれば、9位プラス2請求プラス1っていうのがあれば、あ、いけますね。魂の投球でオール A が狙える。あとはきついのか、あと他だときついみたいな。あ、本格派でもいけるのか。じゃあ星3以上に絞ると、まあ、11分の2か。なるほど、まあ結構厳しい確率ではありますが、 A も狙えるという能力ですね。はい、あともう1個ありましたね、今多分もう1個あったな。もう1個今一番上の、間違えた、もう1個上のこれですね、火の玉ボールでもいけますね。火の玉ボールでもいけます。はい、なので11分の3ですね。はい、というところではありますが、まあ、前田健太選手も元はスタミナ型という形です。で、まあ、能力的に A に乗せることはできるよという感じですね。スタミナ型であることは変えられないと思います。はい、で、スライダー A ですね。まあ、球種もやっぱり多いので、まあ、このスライダーとスロースライダーの使い分けをすれば非常に対人戦でも使えるのかなと思いました。うん、ただまあ対人戦で前剣に当たったことは未だかつてないな。で、特殊能力はキレ20丸持ちですね。はい、っていう能力になっております。まあやっぱりこの2選手ともに強いんですけれども、僕個人としても正直言ってしまうと、今すぐにオーダーに入るかというよりはそうではないです。うん、
まあ、このガチャ30連その後60連っていうところで、まあ、A ランクの引きによってその A ランク引いた選手が出てくれればってところであるんですけれども、まあ、ちょっとすぐに2600を作れるわけでもないので、この前田健太選手、岩隈選手に関してはすぐオーダーで使うことはないかもしれませんが、まあ、後々ね、来年もメジャーで出てくると思いますので、そのワールドスターセレクションまた出るので、はい、まあ、というところでありますが、まあ、どっち狙おうかなっていうところであるんですけど、まあ、どっちが出てくれても本当に嬉しいかな。ただまあセリーグオーダー今後作っていきたいっていうところで考えていくと、まあ、前田健太選手かなとは思います。ただ岩隈選手の方が A ランクを持ってるしっていうところであるので、まあどっちでもいいですが、とりあえず2枚引きしたいですよね。やっぱりこの2選手どっちも持っておきたいので、というところで今回はとりあえずまず30連引いていきたいと思います。Sランク選手が1人確定なので、ここで 30% を引ければ、ワールドスターが確定という感じでございます。いきましょう。まあただワールドスターセレクションは本当に相性がね、今年はなかなか良くないので、特にその、まあ、もちろんどの選手が当たってくれても強いんで嬉しいんですけれども、まあ、ダルビッシュ選手、青木選手の組み合わせではダルビッシュ選手を、おお10連目からバチった。ダルビッシュ選手をメインで狙って青木選手が出て、でマー君、上原っていう2選手の時はマー君狙いでいったら上原選手が出てという感じではあるんですが、2枚目でバチって、はい、おお来ましたね、いきなり。よーし、 30% 引いて岩隈選手来ましたね。 OK、 これは嬉しい。2枚引きなるか。おお、大竹選手、追加になったばっかりの大竹選手が来ましたよと。いやすごいな、 2.5% 引きまくりだな。ただちょっとワールドスターセレクションで、まあ、運使い果たしてベストナインタイトルホルダーで 2.5% 引けないっていうのが一番きついので、まあまあまあありがとうございます。でも本当にこの岩隈選手は非常に嬉しいですね。はい、とりあえず岩隈選手に関しては育てたいと思います。対人戦で使いたいですしね。 OK、まあ、大竹選手に関しては、まあ、ミキサーかなと思います。はい、石川選手も出ましたね。 OK、 さあ20連目いきましょう。10連目から非常にいい引きをしました。あとは、まあ、30連目そして60連目っていうところですね。ただまあもし30連目まででマイケン選手っておかしいか、前田選手も引ければ、もしかしたら60連目までいかない可能性もありますが、まあでも確定があったらな、引いておきたいなっていうところありますよね。さあやっぱ確定という言葉には惹かれてしまうガチャ中毒者でございます。さあラスト S 回転からの A ランク、もう最近これ多すぎるな。はい、吉田選手ですね。これの確率最近上がってる気がするんですけど、気のせいですかね、まあ、気のせいか。はい、もういいでしょう。はい、30連目いきます。30連目、ここは S ランク選手1人確定でございます。まあ、30% 引ければ前田健太選手、岩隈選手の抽選という感じなんですが、30連目のここの部分だと前健が 15%、 岩隈選手が 15% っていうところの確率ですね。他の選手の S ランクが出る確率が各 0.3%。 パットン欲しいな、本当に。そろそろいきましょう。30連目、まあ、持ってないところの S ランクの DNA の選手、もしくは、まあ、この間追加になった藤波選手とか石川選手とかっていうところの先発の S ランクとかがね、当たってくれると非常に、まあ、対人戦でも使えるピッチャーは多いので、 B ランクでも結構まだニューつくんだな。はい、4枚目で A ランク、田中広安選手、 DeNA の引きですね。ただ広安選手の S は出るのかな。9枚目、はい、 A ランク2枚引きからの星選手、これで S ランク追加になりましたね。さあということで確定分でございます。30連で3枚 S なので、まあ本当に確率としては非常に大勝利でございますが、ここで前田健太選手引けると非常にでかいですね。まああとは岩隈選手がもう1枚当たったとしても限界突破用で考えていっても非常にいいので、いきましょう。とりあえず 30% 引きたい。さあワールドスターセレクション30連目、ドン、おお、戸柱選手が来ましたか。なるほど、まあでもこの間ミキサーにかけて圧縮用の選手がいなくなっていたところだったので、まあいいでしょう。はい、ミキサーにかけた戸柱選手が帰ってきましたよというところでございました。はい、まあこれはまたミキサー要因にします。 OK、 まあそんなところでとりあえず前半30連では岩隈選手がいきなり10連目の2枚目で出てくれるという引きでしたね。はい、この岩隈選手に関しては今年の A ランク当たってたかな、今年の A ランクの引き次第では当たってないかな、今年の当たってなさそうですね。去年のものだと選手量に3枚ぐらい多分あるので、まあ調算までは持っていけるかなっていう感じですかね。はい、調算までは持っていけますね。
去年のものがあるので、まあこれをうまく使って調査まで持っていくか、まあ来年の、まあその S ランクも要は育てるだけにして取っておけば来年また限界突破要因にも使えるので、今の S に A を食わせてしまうと超3でまた継承すると超3止まりなんですけど、まあ S をそのまま取っておけばその S も含めて超4まで持っていけるので、まあ賢いのはどっちなのかって言ったらまあ後者だと思うので、まあとりあえず S70 まで持っていって対人戦とかで使っての使用感を見ながらっていう感じにしましょうかね。はい、まあ、だから60連目まで、回した時にその岩隈選手前田健太選手の A が出てくれれば、まあ、全然可能性としてすぐ使う可能性も出てくるので、うん、まあいいでしょう。はい、で前田健太選手は逆に何枚あるのかっていうところなんですよね。前田健太選手は1枚かな、去年のものは多分1枚のみで、こっちがどうかな、今年のもの当たってたような気がするんですよね。1枚は前田健太選手やっぱ1枚当たってますね。はい、なので超2ですねここは、うん、っていうところでございます。まあなかなかどっちも厳しいですね。はい、でまあオーダー的に考えていっても、まあなかなか前田健太選手とその岩隈選手に関してはまあ9位型で組んでる方からしたら結構きついですよね。っていうのもその9位型の選手以外でも非常に強い選手がこの菅野選手とか、まあ、あと則本選手とか、まあ、金子千尋選手とかになってくると思うんですけれども、まあ、この辺を入れるとなるともう9位型以外で3人入ってくるので、ってなるとこの9位型のコンボを発動させるためには8名必要なので、まあもう枠的にきついよねっていう話なんですよ、うん、僕もこれ以外も例えば9位型の選手を、まあ、請求型ないしはスタミナ型に変えると超力戦奮闘が発動しなくなってしまうので、まあ、ちょっとそれは避けたいので、まあ、やっぱりすぐにはオーダーになかなか入ってこれなそうだなというところですね。はい、まあとりあえずでも岩隈選手は育てておきたいと思います。はい、まあ、そんな感じで今回ですねワールドスターセレクションの方を一気に30連回していったという動画でございました。まあそんなに回した方はたくさんいないかなと思いますが、ぜひぜひワールドスターセレクションを回したよという方は結果をねコメントで教えていただけると嬉しいです。まあでもそれぞれの球団の純正の方とかからしたらね絶対必須級の選手になるので、まあぜひ楽天純正広島純正の方は狙いに行ってほしいなというふうに思います。はい、そんな感じで今回の動画以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回のクロスピースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。